はい、アディクトクローズ東京から、今回もお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アディクトクローズ、代表でデザイナーの石島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デニムですね、これは、はい、ACVM ですかね、はい、デニムだから、はい、意外なところから。そうです、意外ですよね。はい、これはちょっとライトオンスのデニムですか。はい、まあ、軽いライトオンス10オンスなんですけど、はいはい、10オンスデニムですね、はい、まあ、ライトオンスのデニムってたくさんあるんで、わざわざ紹介しなくてもって感じに、なっちゃうかもしれないんですけど、面白いものが、はい、出てますよ。ただ、なんかあんまりこう内っぽくない並びというか、はい、フェイスだと思うんですけど、確かにちょっと意表をつかれた気はしてます。はい、でこれ、ものによってはこれも何年か前から販売しているものなんですけど、はい、まあ、自分 のブランドではあんまりやってはいないけど、うん、やっぱりデニムって素材としてインディゴデニムって面白いし、はい、色落ちも楽しめるし、なんかこうずっとやりたいなっていうのはあったんですね、はい、ただ、うん、まあ、自分らしいとか、自分のブランドらしいデニムっていうと、はい、なんかデザインをちょっと変えるとか、なんか そこじゃないっていうのがずっとあって、ほうほう、でそれで ACVM って洋服をこうなんでやったかっていうと、もともとライダースをメインで作ってたんで、こうライダースを着ない時期に着るもん必要じゃないですか、はいはいはい、春もあるし、ね、夏もあるし、真夏の革ジャンはちょっと辛いですもんね、真冬もあるんで、で、そうなると暑い時はやっぱり涼しいものを着たいし、寒い時はあったかいものを着たいってことでどんどん商品が増えていったんですけど、うんうん、特に最近の夏ってもう35度とか、なんならもっと行く時もあるんで、もうちょっとおかしいぐらい暑いですからね。もうちょっと外歩くのきついぐらいあるじゃないですか、はい、でそういう時に僕もそのだんだんこう薄着になって、はい、だんだんなんなら生地も減っていって短パンになってみたいな、短パンの時もまあ35度とか37度とかいっちゃうと、まあミリタリーの短パンみたいなのを履いたりとか、まあ、そういう時ももちろんあったんですけど、はい、ACVM でそのトップスのカットソーとかブルゾンとかで、うんうん、これとはもう別にもっと前に、綿にリネンが混ざってる商品、まあ、綿リネンの商品とかを結構出してたんですね、はい、それはあの、まあ、見た目の素材感も違いますけど着心地が違うとか、はい、でそこでやっぱりリネンを結構こう扱うことが多くなったんで、あ、リネンでデニムってどうだろうっていうのがあって、それでいろいろ生地を探したり、生地屋さんといろいろ話をしてた時に、まあ、いくつかのこう生地があったんですけど、その中で、まあ、こう気に入って今展開しているのが、まあ、縦糸が普通にコットン、コットン 100%、はい、で、はい、横糸がリネン、はいはい、まあ、と全部リネンのリネン 100% っていうのもあるんですけど、まあ、それだともう本当にザ・リネンで結構雰囲気が変わって、まあ、それはそれで好きな人はいると思うんですけど、まあ、僕らのこのライダースとか、まあ、こういうちょっとこうラギットな感じだと、まあ、ちょっと雰囲気が変わるので、縦コットンの糸の横リネンの糸の、まあ、綿リネンのデニムだと、はい、まあ、そのちょっとラギットな感じも残しつつ、はい、リネンの特徴も、まあ、履いても感じられるし、うん、この見た目でも感じられるってとこで今商品が増えていってるんですね。ということはここにあるのは全部コットン、はい、リネンコットン。そうです。はは、ただのライトオンスじゃないんだ。そうなんですよ。へえ。で、それがじゃあ何が違うんだって話なんですけど、まあ、その触った感じとかは、まあ、その画面でどれだけ伝わるかわからないんですけど、はい、僕もそのじゃあ夏に暑い時になんか2ヶ月3ヶ月ぐらい、まあ、洋服なんてもうどうでもいいよ暑くてっていう時ってやっぱあったんですよね、うんうんうん、もう早く10月なんないかなみたいな。うん、でそれが低温数、はい、温数の低いデニムでも、はい、やっぱりちょっと蒸れて嫌だなとか、まあ確かにね、まあ、結局薄くても、ベタベタしちゃったり、こもるし、水分含んじゃうんで、まあ、どうしてもそれありますよね。でこのデニムの場合、それと比べて、まあ、これもそうなんですけど、まあ、リネンってあのシーツでもそう言われる通り、はいはい、水分をこう何ですかね、吸っても放出しやすいとか、うん、はいはい、ずっとサラサラしてるっていうのはドライタッチですよね。そうですね、もうね、あれと一緒で
肌に当たるところが横糸のリネンで、そうか、横がリネンだとうちここがリネンなわけですね。そうですね、主にね。そうです、はいはい。なんでこう見た目はこっち側も、こう綿デニムの雰囲気が強いんですけど、はい、パッと見これリネンっぽく見えないじゃないですか。ははこれパッと見てもあこれリネンだねとはあんまり思わないんで、分かんなかったです俺は。履いた時の質感がこのリネンのちょっとシャリッとしたドライで、まあちょっとまあひんやりというか、うんうんうん、その感じが強いので、同じ綿100の10オンスのデニムとこれを比べると、はい、履いた時のその清涼感も違うし、うん、履き続けて時間経った後に汗をかいた後もこうこもらないんですね。確かにパンツとかむちゃくちゃそういう意味ではいいですね。そうなんです、私も実は帽子なんかも盛りやすいですからね。そうなんです、そうなんですよ。へー、で洗ってもすぐ乾くし、はい、ああそうかそうか、そうなんですよ。僕もね実はリネンコットンのジーンズって実は履いてたことあるんですよ、うん、他社さんので申し訳ないんですけど、はい、それがねもう夏場は本当そればっかりだったんですよ、うん、それってやっぱりねすごい、それもライトオンスだったんですけどこもらない、まさに石島さんおっしゃる通りでベタつかないんですよね。そうですね、だから今もうサイズがちっちゃくなっちゃって息子に譲っちゃいましたけど、本当にね結構それが癖になって、夏だけじゃなくてもう春秋真冬はちょっと寒いかなって感じなんですけど、うん、結構頻度上げて履いてました、うんうん、むちゃくちゃ楽だったんです。なんでねそう見た目デニムだってライトオンスのデニムだと思ったんですけど、リネンはリネンの入ったデニムは確かに私もおすすめだと思います。そうで、リネンが入っても、まあ、リネンもいろんな種類があったり、まあ、綿もいろんな種類があるので、これ縦糸がそのジンバブエコットンっていう、まあ、聞いたことある糸の名前だと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと繊維の長い、ね、長めですね、ちょっとこう張りもあるんで、はい、やっぱりうちがその ACVM で洋服を作るときに気にしてこう考えてるのは、うんうん、日本の場合湿度も気温ももう四季で全く違うので、はい、その時に適した素材で、うんうん、でもその時に適した素材を選んで、なんかファッション性なりこう自分の趣味性が損なわれるのは嫌なので、はい、例えばこれこの間別の動画で紹介した、ね、前回やった、はい、カバーオールですけど、これやっぱりあったかい時期に着たいからといって、まあ、4月とか、はい、でも冬のカーコートみたいなのを着てると暑苦しいじゃないですか、はいはいはい、でそれを15オンスとか分厚いのを夏に履いてると、うん、まあ見た目はあんまりわからないけど本人も暑いし我慢しなきゃなんないっていうところはありますね。僕昔思ってたんですよ、なんで上着は、うん、トップスは春夏秋冬で違うものに変えるのに、うん、なんでデニム一年中履いてるんだろうって。あ確かにね、気温ね、うん、7度とか5度とか、はい、まあ、冬だったら、はい、で30度昔だったら、まあ30度とか32、3度で同じジーパン履いてたじゃないですか、はいはいはい、これおかしいよなってところで、やっぱりその時に合った気温なりに適した素材を選ぶと、冬は寒い時にやっぱ暖かく感じたいし、うんうん、夏は暑くて湿気がある時に涼しく感じたいと思って、はい、それでいろんな素材を選んでいくと商品がこうできていって、はい、自分も快適で、でよりこう夏でも洋服楽しくなったし、うん、まあ、それがその ACVM をやってる理由でもあるんですよね。でもこれは本当にそういう意味では快適さを求めるための服がざっと並んでて、そうですね、春から夏、うん、秋にまで、そうですね、っていうところが中心にはなるかと思うんですけど、うん、パンツが、こっちがまずファイブポケットですよ ね、 そうですね、こちらね、はい、いわゆるデニムパンツですね、はい、ファイブポケットのパンツ、はい、でその隣こちらはデニムのトラウザーズと言ったらいいんですかね、はい、これはうちでずっといろんな素材で展開している TR01 っていう、はい、まあ、細身のトラウザーズ型で、はい、ファイブポケットのデニムばっかり履いてて、こういういわゆるスラックス型みたいなのをあんまり履いてなかった人がこう履きやすい、なんでか形もちょっと細身だし、はいはいはい、ただこれを例えば、まあ、このジャケットでもいいんですけど、うん、これにファイブポケットのデニム履いてるのからこういうパンツに変えるだけで雰囲気も変わって、まあ、それもこのいい、ね、面白さもあるので、うん、はい、この2方ですかパンツは、はい、あとはこれ僕が今日履いてるちょっと下まで見えないですけど、あ、これは違うものなんですね、はい、これ両方ちょっと細身なんですよ、はいはい、でこれはもうちょっとワイドというか、あ、腰回りがゆったりしてるのか、はい、でちょっと今これ着てるんで見えないですけど、
バックルバックがついてて、はいはいはい、はい、もうちょっとワークっぽい、はい、あいいですねこれ。これ渡りの幅もあるんで、はい、あのより風が通りやすい、結構これ風強い時、涼しいぐらい、たなびく風が入るんで、まあ軽いですもんね生地もね。はい、でじゃあパンツは3型、そうですね。で上がアウターが、はい、これがこれはもしかして、そうです、革バージョンデニムバージョン、そうです、お同じカバーオール、そうです。ほう、まあこれだったら例えば、はいはい、まあ、セットアップでこう着れば、ああそういうことですね、まあ、デニムのセットアップになるし、まあ、これ単品で別のパンツでもいいですし、これカバーオール型と、はい、あとは面白いものスモックですね、はい、スモックパーカーみたいな、はい、これもミリタリーの、まあ、スモックパーカー、ほうプルオーバーですね、はい、でこれもまあやっぱデニムでちょっと分厚いと、まあ、水分も吸いやすいし、もたもたしちゃうんですよね、はいはい、だからまあ一般的なこうデニムじゃなくて他のこう不白生地でやることが多いんですけど、まあ、この生地だと軽いし、まあ、濡れても乾きやすいし、風も通りやすいんで、まあ、結構これ作業するときにこう、こうガバッと着ちゃうんですけど、アウトドアシーンなんかにも向きそうだし、そうそうですね、でガンガン洗って色落ち楽しんでもいいので、この胸のポケットのたっぷりした容量と、そうそう、ね、これしかもファスナーついてるんだ、これそう、ファスナー変えてるんですよ、だしこのラグランソデっていうのもね楽ちんでいいですよね、そうですね、なんでまあデニム本来、まあ、作業着としてこう、はい、こう発展してって今おしゃれ着になってますけど、はい、まあ、作業着でもやっぱり快適に作業したいので、うんうんうん、まあ、これもこう作業する時もまあ夏の、まあ、特に梅雨時期とか、はい、雨具、まあ、雨をはじかないんですけど、まあ、水分も逃げやすいし、まあね、これってやっぱりどの商品もそうなんですけど、着てり履いたりしていくうちに色落ちとかも結構ちゃんとしてくる、そうですね、はい、それも縦糸の部分は色落ちしてくるということなんですね、はい、で帽子が2型、はいはい、これは、ベースボールキャップ、はい、アジャスターついてます、はいはい、あとはキャスケットですね、キャスケット8枚パネルですね、はい、ちょっとこう古臭い感じの、つばがこれはレーザーですか、そうです、これシープですね、シープが貼ってあった、はい、上面だけシープになってた、はい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 、もうでもそういう意味では春から秋までこのトップスにしても帽子にしても結構長い期間、夏だけじゃなくてね、で、真夏の暑い時でもこれだったらコンパクトになるじゃないですか、そうですね、ジャケットなんかも畳ん で、はい、そうですね、でちょっと肌寒い時に羽織るみたいなのにもちょうど良さそうですよね、うん、そうなんですね、これ面白いな、でもスモックもいいな、なんかあのこう生地の糸のがどうとか、綿リネンがどうとかっていうと、デザイン的なところじゃなくてこう素材とかもっとこう細かいところなんで、あんまりこう動画だと伝わりにくいんですけど、うん、やっぱ着て実感すると、うん、本当にその快適とか、はい、まあ、ある意味楽だったりとか、うん、快適なものって本当にこう手放さなくなって、うん、ずっとこう使うようになるんで、まあ、その見た目のデザインとかももちろんいいんですけど、やっぱりこの着ていかに快適に過ごせるか、まあ、それでなおかつ自分たちのこの好きなテイストとかスタイルが作れるっていうのをやっぱりこうおすすめしたいというか、まあ、自分自身がそこが好きでいつも洋服を選んでるんで、あ、ね、今日もこのパンツ履いててもいつもの石島さんの雰囲気は全く維持してますもんね、もうこれは、ちょっとあったかくなってきて、湿度が高くなってきた仕様、日本の、ね、夏は湿度がとにかくね、そうです、ひどいですからね、そういう意味ではドライタッチのリネンという素材はちょっと夏にはもしかしたらこれからまだまだ暑くなりそうですし、欠かせないものになりそうですね。そうですね。あの、意外とこう僕もそうだったんですけど、はい、糸とか素材とか、はい、知らないことだらけなんで、はい、今のこう一般の方も知ってること以外に新しくいいものってやっぱりいっぱいあるんで、だからこうなんか綿リネンのデニムってなんかよくわかんないって多分思いがちだと思うんですよ。一回試してもらうと、でこんなにいいんだっていうのも、それは僕がやっぱ実感して、はいはいはい、まあ、気に入ってくださる方がいると思ってこうリリースしてるので、そこは一回こう先入観なしで見てもらうと、うん、もしかしたらこう知らなくてよりハマるものが出てくるかもしれないんで、はい、シーブスキンもそうでしたから ね、 そうですね、最初はシーブスキンってみんなあんまり気にしてなかったので、
やこれもね多分楽なんですよ。楽なんです。楽なんです。だからそのね楽さが楽さにはまっていくと思います。そうですね。僕のパンツ欲しいな。サイズの問題だけだな。あとはね。はい、ありがとうございます。今日は ACVM のリネンデニムね、この新しいアプローチ、ちょっとこれを期待できそうですね。そうですね。ぜひ体感してもらいたいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。